POG2023 から24セレクトセール搭載セクション2021要注目はチェックパート5ということでやっていきたいと思います。秘密結社フェガマス創始でございます。まあ、今回はですね、そんなわけでセレクトセールの、まあ、注目場、ヒップナンバーでいうとね、377番から388番、このあたりの注目場を見ていきたいと思います。まあ、正直なところね、ノーザンファームさんの高額場っていうと最初の方に出てくるか最後の方に出てくるイメージがあるんで、まあそれ以外となってくるとというところなんですが、ただね、血統的には面白い馬がいるんでね、ちゃんと成長していれば、まあこれはね、楽しみだぞということで見ていきたいと思っております。まあ、というわけで早速ヒップナンバー377番、湘南ガチボバ、父ドゥラメンテ、母エスケープクローズ、母の父ゴーイングコマンド、落札価格1億飛んで500万円で、国本哲秀氏で落札、出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が12歳、お母さんはアメリカかな、 G3 ラカナダステークスの勝ち馬ということで、まあ国本哲秀氏の落札馬になるか、まあ湘南会社名義での落札になるかっていうのはね、ちょっとあれなんだけれども、まあ、1個下の、ね、妹がドゥラメンテ3区で、まあ、高額というところを考えると、まあ、ドゥラメンテを、ね、つけ続けた妹も、ね、7000万円で落札だから、まあ、牝馬が大体、まあ、募集価格で見ても、まあ、価値的に一口クラブの募集価格で見てもボバの7割程度って考えたら、まあ、妹も同じぐらいの評価はされてるんだよね。そして1億円、まあ、この馬は1億円超えということで、お母さんもね、海外 G3 勝ち馬というパターンではあるし、まあ、この馬のね、出来が当然はね、そこそこ以上悪くはないということの証明ではあるまいか。まあ、そしてね、ドゥラメンテもこの後ね、まあ、シュボバ価値をここ2年上げ続けてきているだけにですね、今はこの馬をね、同じように買おうと思ったら1億円じゃ当然効かない馬だぞというところで、まあ、期待度はある程度あるんじゃないかななんていうふうには思っています。そしてヒップナンバー378番、里のシュトラーセボバ、父ジャスタウェイ、母ワンダーオブリップス、母の父チャンプエディシーズ、落札価格4700万円で里見ホースカンパニーで落札、出産時の母の年齢が6歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、お母さんはドイツオークスの3着馬っていうことで、まあ、つまり3歳春の活躍馬の血統だというふうに言うことはできると思います。まあ、初母なんでね、まあ、そこから先どんぐらいの産駒が出てくるかっていうのは未知数ですけれども、まあ、ジャスタウェイ自体がね、まあ、1006、1008、2000、このあたりを得意としたスピードタイプ。まあ、なのでね、ここにヨーロッパのそういう注目馬の血統が入ってきて、まあ、どんだけね、プラスがあるかと、上積みがあるかっていうのはちょっと楽しみなところ。まあ、ジャスタウェイ自体がね、産駒成績にムラがあるタイプなんていうこともあって、まあ、能力的にね、まあ、なかなかね、落札価格が競り上がらないという感じになってきていますが、まあ、これでね、うまく順調にいってくれるようになれば、楽しみな存在ではあり得るのかなというふうには思っています。まあ、そして、ヒップナンバー381番、ゴールドスター、ボバ、父絆、母ワンスインナムーン、母の父アドマイアムーン、落札価格3900万円で、井山昇氏が落札。出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、お母さんは京都牝馬ステークス2着、スプリンターズステークス3着の活躍馬。お母さんの弟ディバインコードは重賞3着2回、この3着2回が共に POG 期間内というね、まあ、POG 向きの血統なんていうふうに言うこともできる血統だと思います。お母さん自身はね、コバになってから活躍しましたが、まあ、絆産駒というのもまたね、流行の血統でもありますし、母の父アドマイアムーンっていうのもね、比較的優秀なんですよね。まあ、そして母の父アドマイアムーンを使って、まあ、サンデーサイレンスの 3×4 のインブリードができるパターンっていうのは、まあ、今後ね、注目していきたい配合 のパターンなのかな、なんていうふうには思っていて、まあ、アドマイアムーンがね、母の父として、まあ、サンデーの 3×4、絆だったり、オルフェーブルだったり、あのあたりの守護馬との間に活躍馬を出してくるんじゃないかな、なんていうふうに見立ててね、チェックはしているんですが、アドマイアムーン自体の繁殖の質がそこまで良くなかったことを考えると、まあ、なかなか、アドマイアムーンがね、仮にノーザンで守護馬入りしてた場合と比べて、かなり成績的には、マイナスになっちゃってるな、という中で、まあ、このね、ワンスインナムーンの品系っていうのは、まあ、比較的に日高の中でははっきりと活躍馬を出している品系なので、まあ、この品系
形でね、こういうサンデーの 3×4 っていうパターンは僕的にはね、かなり注目度が高いんじゃないかななんていうふうに思っています。まあ、そしてヒップナンバー382番、モズ・マーベリック、ボバ、父リアルスティール、母シーソルティーキス、母の父キングカメハメハ、落札価格2100万円でキャピタルシステムが落札、バネシカキャピタルシステムで立冬の牧浦旧社ということで、まあ、出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が14歳、お母さんの前子、お姉さん、お母さんのお姉さんに阪神ジュベナイルフィリーズを買って牝馬三冠を達成したアパパネ。っていうことは、まあ、いとこにね、赤い鳥の娘、秋華賞馬もいるというね、まあ、G1 クラスの品系。まあ、お母さんのね、まあ、ね、アパパネが全兄弟ということもあって、まあ、期待度が高い血統。まあ、少なくともね、このお値段で、まあ、セレクトセールにね、日高から出てくるという意味では、まあ、期待の血統というふうに言ってもいいんじゃないかな、なんていうふうに思います。この馬がね、2番目の3区ということでね、まあ、発望2番目あたりまでは、まあ、無条件で、上がね、成績振るわなかったとしてもチェックしておくべき、そのぐらいのね、血統なのかな、なんていうふうに考えております。まあ、そして、ヒップナンバー388番、アドマイア・アストラ、ボバ、父・モーリス、母・フォトコール、母の父・ガリレオ、落札価格1300万円で近藤純子氏が落札。出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、お母さんは G1 の2勝を2勝している輸入繁殖牝馬ということで、持ち込み馬のね、上が走ってないのは若干は気にかかるんですが、まあ、最近ね、特に持ち込み馬、丸買いっていうのはね、活躍する率っていうのはそんなに高くないという状況を考えると、まあ、日本のね、種母馬のレベルというか、日本の競走馬のレベルが、まあ、欧米に追いついてきて、そうなってくると、日本で走った馬の方が適正の分だけ、まあ、日本での種母馬成績は当然良くなるよね、というような状況に、ね、なってるわけですよ。まあ、なのでね、国内初種付けの3区というのは、まあ、まだ注目に値するところ、まあ、もちろんね、この落札価格1億3000万円というところから、まあ、注目に値するなんてのは言わずもがな。まあ、そしてね、モーリス3区でこのお値段、まあ、馬の出来も、まあ、セレクトセールのね、下見所でそれだけ競り上がるぐらい注目する人がたくさんいたぐらい、まあ、出来はいいのだろうというところもね、信頼に値するので、まあ、これぐらいのね、お値段の3区がね、一番狙いやすいですよね。変に熱くなっちゃって4億、5億っていう馬が案外走らないっていうのがね、セレクトセールの傾向としてはありますが、1億円若干超えたあたりというのは、ある意味ボリュームゾーンというかね、活躍率が高いゾーンなんじゃないかという点も踏まえて、まあ、これもチェックしておいて、まあ、これでね、今回も5頭、またね、続きもやっていきたいと思います。以上、ハッチーでした。